アスチャンネルのタミユです。ジョーです。いつもアスチャンネルをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今回は3月にオープンしますアスモーターのの市店についてお話ししていきたいと思います。で、今回ののの市店なんですけど、母体となるのがトレーラーハウスになります。ちょっと新しい感じもしますけど、トレーラーハウスということで、はいはい、のの市店とトレーラーハウスについてお話を伺っていこうと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それではタムヨさん、はい、今回アスモーターのの市店をオープンするにあたって、うん、トレーラーハウスっていう選択をされるわけなんですけれども、はい、それはどういった理由になるんでしょうか。まあ、あの普通に建物を建てるっていうのも選択肢であったんですけど、はい、アスモーターっていう特色を出したいなっていうのと、はい、お客様にもっと楽しんでもらえるようなところを作りたいなっていう思いでトレーラーハウスを選びました。まあ、確かに車屋とトレーラーハウスでちょっとつながる部分もありますもんね。まあそうですね、うん、で一応アスキャンピングってキャンピングカーレンタルもやってるので、はい、そこにもつながるんですけど、はい、まあ、今回はちょっと市内にプチアウトドアな空間をちょっと演出したいなというところで、こういう形にしてみました、はい、でまあせっかくそういうアウトドアな空間を作るんで、はい、そういった車両もちょっと展示していけたらいいなと思ってます、はいはい、確かに今アウトドア業界もかなりにぎわってますもんね。ただちょっと質問なんですけど、うん、そもそもトレーラーハウスっていうものがどういうものなのかあんまわからないんで、うん、その辺をちょっと教えていただきたいんですけれども、まあ、トレーラーハウスっていうのは、はい、まあ、簡単に言うと動く家ですよね、うん、そうですね。で普通の建物とかだったらそこからそのまんまのものを移すことはなかなか難しいので、はい、でトレーラーだったら牽引して違うところに移転することもできるというのがトレーラーハウスの魅力の一つですね。じゃあ牽引で移設できるっていうことは、うん、そういう免許もまた必要になるんですか。そうですね、まあ簡単に言うとジェットスキーとか、はい、ああいう750キロ以下のものは牽引不要なんですけど、うん、はい、まあ、やっぱりトレーラーハウスってなったらあれ大きいですよね。750キロには収まらないんで、はい、やっぱり牽引免許は必要になってきますね。車は普通の車で引っ張れるんですか。いや、まあ大きいものになってくると、はい、ちょっとどうしてもやっぱりそれ専用のトラックで引っ張らないといけないって感じですね。まあただ、はい、そういうのは自分で牽引免許取らなくてもそういう牽引専用のトラックとか持ってる業者さんに頼むのも一つですよね。あ、そうですね。そっちの方がまあ安く済む場合もあるんで、はいはい、そういうのもできます、うん。まあ、確かにその後々移設できるっていうふうに考えると、うん、その配置とか、うん、後々ああもうこういう配置にしとけばよかったってなった時も移動できるっていうのはいいですよね、うん、普通の店ならできないですしね。そうなんですよね、うん、駐車場のスペースとか、うん、そういうのも後々作れますもんね、うん。まあ、これに関しては金額的な部分と、はい、まあ、建物の部分いろんなことを考えて、はい、で将来的にもやっぱり借りてる土地だったりとかそういう時にはトレーラーハウスを移動させれば、うん、そのままで返却できるので、まあ、店舗としてもすごく今後の展開にしても結構メリットがあるんじゃないかなと思いました、はいはい、なるほど。それでなんとなく最近トレーラーハウスが、うん、その流行ってきてる理由っていうのも分かったような気がします。もう結構流行ってきてますよね。そうですね、うん、話とか聞きますしね、友達の家に置いたとか、うん、っていうことは、まあトレーラーハウスっていろいろやっぱサイズもありますよね。大きいやつから普通に牽引できるような小さいやつまであると思うんですけど、うんうんうん、うちのやつでどんぐらいのサイズなんですか。まあ、今回アスモーターが選んだトレーラーハウスは全長が約 11m、はい、で全幅幅が約 3.3m なんで結構わりかし特殊なサイズっていうか大きいサイズになりますね。トレーラーっていう風に考えたらすごい大きいサイズですよね、うん、車単純に普通のやつの2台ちょっと2台ちょっとやね、幅もそんぐらいってことですよね、うん、で、うん、中の
サイズで言うと約20畳ぐらいは取れるんじゃないかな。なんかうちのリビングぐらいそう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 そんな感じですね。そうやね、はいはい、そう確かにメーターで言われるとちょっとあんま想像つかないですけど、うん、何畳とか言われたらなんとなく想像つきます、ね、うん、まあ、ただ多分ピンとこうられない方もいらっしゃると思うんで、うん、その辺ちょっと動画で撮ってきていただいてるんですね。はい、そうです。その辺で見てみたいと思います。はい、はい、見ていただけたらなと思います。はい、全体はこんな感じですね。あ、うん、今はまだ制作途中なんですけど、はい、まあこういう感じでガルバニウム合板のやつで、はいはいはい、ちょっと錆に強いタイプですよね。そう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 、軽くてでちょっとかっこよく仕上がるかなと思ってこういう外壁にしてみました。はい、まあ、エントランスはこんな感じで、はい、うん、まあ、ただちょっと高さが、そうですね、今なんか階段登っていくような感じでしたけど、そう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 、なんでこの辺はどういうことなんですか。まあ、この前にウッドテラスを作って、はい、でウッドテラスで階段で登ってから入り口っていう感じで、あ、はいはい、このトレーラーハウスの横にウッドデッキが、そうそうそう、ウッドデッキ、うん、併設されてそこに登ってから店につながるっていう感じですね。そうです、そうです。あ、でこんな感じで中入ってきます。あ、はい、でまあその事務スペースとお客様がくつろぐスペースと、はい、で奥には小上がりスペースっていうか、あ、この奥は小上がりなんですね。うん、で子供たちが普通に座って、はい、過ごせるっていう場所にしてあります。で、まあ、この大きい窓がウッドテラスに行く用のこういう、はい、うん、入り口と窓口で、はい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 、晴れた日にはちょっとコーヒーでも飲んでもらって、ああ、いいですね、優雅な感じになればいいかなと、はい、あ、家とかの、あの、そう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 、あれですよね、そうそうそう、ベランダ行く用のそう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 ぐらいの感じでつながってウッドデッキがあるっていうような、そういう感じです。想像するだけでいい感じですね。うん、でこの奥が小上がりスペースで、はいはいはい、約3畳ぐらい、うん、3畳ぐらいですけど、まあお客さんも子供もちゃんとくつろげるスペース、うん、でちょっと小細工も入れてあるんで、はい、小細工、小細工壁の裏側に、はい、まあ、ホワイトボードのクロス貼って、うん、で子供がお絵描きできる、はいはいはい、そういうの楽しいですね。そうそうそう、そんな感じにしてあります、うん、で壁もあればちょっとプライベートっていうか他のお客様いた時も仕切りあるだけでちょっとパーテーション風になるっていう感じですね、うんうんうん、まあこれもトイレなんですけど、うん、やっぱ、あ、ちゃんとトイレは入れれるんですね、うん、ちゃんと給排水もキッチンもちゃんとつけれるんで、うん、やっぱさすがにトイレないとそうですね、っていうのがあるんで、はいはいはい、でトイレもちょっと別空間作った、あ、そこはそこでなんか中が面白くなるんですね。そうっていう風に楽しみですね。そうです。でこの窓の下ぐらいが、はい、ああ、はいはいはい、なんかライン入ってます、ね、そうで、これが全部車のカタログがずらっと並ぶような感じで、結構長いですね。長いね、結構7、8メーターぐらいあるんかな、うん、まあ、確かに、うちにね、今使ってる車種っていうかメーカーも多いですからね、うん、そう考えたらいろんなメーカーのやつ全部ここで並べて見れるっていいですね、うん、で、これがトレーラーの下ですね、はい、あ、で、ちゃんとジャッキとか、はい、もっとしっかり固定していくみたいな、で一番難しいのが、ね、水平をちょっとでもずれると人間って気持ち悪くなるみたいで、はい、はあ、確かにそう言われますよね。そう、なんでそれもちゃんとレベル調整してくれてやってくれるって感じです。あ、こういう車軸があって、まあ、フレームっていうか、そうそうそう、フレームがあってその下にタイヤがちゃんとついて、でこういう先端がトレーラーの、ああ、そう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 、あの、よくある、そう、あのヒッチポールとかでつける、取り付けるってことですね。そうです。サイズでかいですけど、確かにこれ大型なんやなと分かりますね、これ見ると、うん、なのでもう本当にトレーラーの上に家って感じ、ね、うん、はいはい、それを今回店舗にしたっていう
感じです。でその入り口の横をウッドデッキにすることによって、うん、またその外目から見た時にすごい車輪ばっかり見えるのも微妙ですもんね。そうです。それを隠せると、はい、そう。なるほど。でプラス、まあ、せっかくなら晴れた日にくつろげるような感じにできたらいいな、はい、いいですね。そう、なんか思ってたよりだいぶ良かったです。そう、展示スペース減りますからね。まあそれをね、そうそうそう、するとね、車屋としては本当は展示スペースをね、少しでも増やしたいところなんですけど、そうそうそう、今回コンセプトもまた面白いですよね。街中のプチアウトドアみたいな感じでしたっけ、うん、そうなんですよ。野々市店っていうと、はい、結構街の中心部で、うん、山も川も海も見えない、ね、見えないですよね。なんで、まあ、そういったところにちょっとしたアウトドアフィールドっていうのができたら、うん、まあ、実際にキャンプに行ったイメージとかも湧きやすいんじゃないかなと思って、うん、はいはいはい。まあ、当社はもちろん車屋なのでそういうコンセプトっていうのもあるんですけど、まあ、やっぱりアウトドアって言ってもいろんなスタイルがあると思うので、ね、まあ、そういうのに合わせて提案していけたらいいなと。うん、確かに、うん、イメージはそうですよね、うん、なんかお店がアウトドアの雰囲気なら自分の好きなアウトドアとちょっと想像して、あ、こんな時あったらこんな車あったらいいなみたいな、うん、で、 できれば確かにいいですね、うん、街中で。そう、そうなんですよ。まあファミリーカーとかも実際に家族がこう増えていかないと、はい、なかなかこうイメージってしづらいじゃないですか。確かに。なのでまあそういう感じですかね。はいはい。ちなみにまだ話できないんですけど、はい、まあ、野々市店で新規事業っていうのももちろんやっていきたいなと思ってます。車屋だけじゃないってことですか？そうですそうです。へえ、はい、俺も聞いてないですよねまだ言ってないちょっと面白くなりそうですね、はい。まあ、ただの車屋っていうのもね、はい、うん、ちょっとやっぱりお客さんが楽しんでもらえるとかいうのもやっていきたいなと思ってます。なるほど、はい、楽しみですね、はい。それでは、はい、最後に野々市店の PR をお願いいたします。はいはいはい、3月にオープンしますアスモーター野々市店では、先ほど話してたみたいな感じでウッドテラスとかもご用意しますし、まあ、もちろん美味しいコーヒーも看板娘が出してくれるっていうことなんで、まあ気軽に車を見に来たり、もしくはテラスでコーヒーを飲みに来たりとか、本当に少しおしゃれな空間を作ってお客様にくつろいでもらえるような場所を提供したいと思っていますので、皆さんぜひお気軽に遊びにいらしてください。よろしくお願いします。じゃあまた正確なオープンの日にちは、そうですね、そうですね、決まってはないんですかね、うん、ある程度決まってるって感じですか？そうです。言っていい？あ、全然大丈夫です。はい、まあもう一応オープン日は3月3日。3月3日、はい。なんで令和3年、うん、3月3日っていう、3、3、3で、なるほど、はい、で行きたいなと、はい、まあいろいろ予定が変更しなければ全然進めばそれでっていう感じで行きたいと思います。まあ正確な日にちとかはまた、うん、インスタグラムの方でも、そうやね、ホームページでも、はい、お案内していきますんで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。またその今見ていただいた撮影中のトレーラーハウスも完成しましたら、また動画でお伝えしたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。まあこの後ちょっとね、簡単なね、はいはい、CM を作ってくれるんで、それも見てチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。令和3年3月いよアスモーター野々市線グランドオープン。野々市小学校前から金沢駅方面へまっすぐ行ったらあります。新店舗は今話題のトレーラーハウス。コンセプトは街中のプチアウトドア空間で楽しいお店になること間違いなし。まだまだ制作中なので、詳しい情報は公式インスタグラムを要チェック。より良い明日を。アスモーター。